はい、こんにちは、ひろきです。今日はプロ野球チップスの回になります。それではね、早速開けていきましょう。ということで、ね、ちょっと一個にしててね。はい、うん、ベタにうまい。うん、あ、チップスじゃなくて。じゃあカード開けますよ。せーの。おお、こっちから見るとね、高山選手で若松俊太って誰だ。まあ高山選手はね、昨シーズンセリーグの新人王ということでね、得点圏がね、ここには書いてないけど、チャンスにめっぽう強いバッターですね。それで若松選手っていうのがきっと中継ぎなのかな。いや違う、先発で投げてたんだけど、夏場以降がちょっと調子を崩したのかな。でも昨シーズン115イニング投げてますね。皆さん、開幕戦は見られましたか？見られましたか？開幕戦僕はテレビで巨人対中日を2試合、昨日がね、ヤクルト DeNA をちょっと見てまして、主に今回セリーグの話になるんですけど、やっぱりね、巨人ずるいわ。だってさ、クリーンナップ見りゃ首位打者の坂本はいるし、阿部は健在だし、マギーもやっぱり打つとこ打つし、そんでもって去年のベストナインの村田が代打要員、おまけに亀井、脇谷も控えてる中で、まあね、資格がないよね。そうだよ、今の巨人投手枠で外国人3人使っててさ、沢村だっているのに守護神カミネロ。まだ巨人戦2試合しか見てないんでね、彼のここがすごいっていうのはまだちょっとね、わかりませんが、球はやっぱり速いよね。そんでもって安定のマシソン、先発もマイコラス投げりゃそりゃ試合作ってくれますしね。セリーグの優勝、まあ巨人だろうなぁとは思いますけど、僕的にね、広島2連覇ちょっとね期待してます。広島2連覇なぜ期待するかというと、個人的に今年買った家電、パソコン、携帯、まあ2点ですけど、あのね、どっちもね赤なんですよね。まあだからっていうかね、開幕戦こそジョンソンちょっとね、思いもしない大量失点、ちょっと先行き怪しいかと思いましたけど、やっぱり打線はつながるしね。まあこれから広島じわりじわりと白星重ねていくでしょう。まああとはそうだな、昨日見てたヤクルト DeNA、 また昨日の先発がルーキー左腕だったんですよ。 DeNA って結構先発左腕駒が揃ってて、昨日の浜口にしてもね、制球こそそんなに良くなかったですけど、サウスポーにしては球速140キロ後半結構コンスタントに出してたので、
まあこれからどうなんだ、先発でやっていくのかな。なんか中継ぎのセットアップとか、今年いろんなところで投げるとこ見てみたいなという投球ぶりでした。まあ一方のヤクルトね、オーレンドルフ、なんか見た目に反して球遅いのね。低めの制球さえバッチシ決まれば、まあ、確かに手こずるピッチャーだなっていうのは思いましたけど、なんかそんなに苦力感じなかったかな。まあこれからの活躍次第でもありますけど、ヤクルトはどうしても外国人の調子次第でペナントの順位上がるか下がるかっていうのが左右されるんでしょうね。まあこんな感じで、今週どっかでパ・リーグの中継あればね、パ・リーグもやっぱりチェックしておきたいですが、ヤフーニュース見るとね、ロッテがね、ソフトバンクに3連敗。2戦目投げた西野がね、まあちょっと守備のミスもあって負け投手になりましたけど、本当彼のね、勝ち星次第ではね、パ・リーグ、まあソフトバンク、日本ハムといますけど、全然優勝は狙えるようなね、位置にはいますので。あ、チップスねえや。まあ、あとは、唐川、大見ね。もういい加減ね。2桁勝って自立してほしいです。もうそこだけ。はい。チップス食べ終わったので、本日の動画、以上になります。もしね、こちらのチャンネル気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日当たったのはこちらの高山選手と若松選手でした。